これ知らなかったんですけど、はい、沖縄っておせちじゃないの知ってました？あれ？え？正月に食べるもの？お前、お前知ってじゃないか。お前よ、一緒におったけど。何だっけな。オードブルやね。あ、そう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 。おせちじゃないんですよ、うん、沖縄って。はい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 、ない概念がないのね。そうそうそう、オードブルで、だから唐揚げとか。あー、もうパーティーですね、もう。そう、うん、全然正月っぽさゼロやで。あ、そうなんですね。真逆やね。そう、だから沖縄俺むっちゃいいと思って、その正月沖縄入ったから絶対行こうと思って、あったかいしさ、はいはいはい、むっちゃいいやんと思って行ったら、はい、結局楽屋におせち代わりにオードブルがあって、はい、天ぷらとかな、あ、こんなでかいの、はいはい、ウインナーとか、はい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 、全然売れてなかったなあれ。いや、誰が食べたい、こんなこと言ったらごめんやけど、誰が食べたいの元旦の昼から。ね、ちょっとぽいもん食いたいですもんね、やっぱり、ね、せっかくならね、イカの天ぷらとかあんの。いや、俺正月からイカの天ぷらはええわ。こんなかぼちゃの天ぷらな、こんなバケットっていうのバーッと入ってな。まあこれ、まあスタッフさんはよかれ思ってやってくれる、ね、そう、よかれ思ってやってくださってね、はい、けどもやんか、はいはいはい、ちょっと考えてほしい。あとお寿司もあんねんけど、沖縄やで。あったかいやん。そうそうそう、しかも今回異常気象があるかしらんけど30度ぐらいあって沖縄。ああ、マジですか。1月から、うん、はいはい、うわ、暑いわ。とホテルから歩いて汗かいて行って、はい、わざわざって入ったら寿司やんねん。これもう完全に偏見やけど、はい、沖縄の寿司が一番まずいから。じゃあ2回目行けるの、日本中の寿司だよ。2回目行けるの、寿司やん。まあまあまあ、しっかりね、全然売れんから、でも